坂田山真珠事件を象徴する見出しを出した東京日日新聞記事には二人は玉霊園に永遠に葬られることになったと報じている。真鍮現場となった坂田,田山坂田山真珠事件とは1932年5月に神奈川県中郡大磯町の坂田山で起きた真珠事件及び真珠女性死体盗難事件。 1932年5月9日午前10時、地元の青年が岩崎家所有の松林の中で若い男女の真珠死体を発見した。男性は慶応義塾大学の制服姿で、女性は近者の和服姿の美人であった。前日の5月8日夜に現場に到着、昇降水を飲んで服毒自殺を図ったものと思われた。高貴な身なりであったため、 神奈川県警察部は直ちに捜査を開始し、間もなく、身元が判明した。男性は、東京府八金参考長出身の慶応義塾、大学理財科の学生で、家族、図書広下家の孫であった。女性は、富岡村の祖宝家湯山家の娘で、2年前まで小、坂高等女学校に通学していた。二人は、キリスト教の参考協会の祈祷会で知り合い、 交際を始めたが、女性が健康を理由に、女学校を大学して実家に戻ったため、遠距離恋愛をしていた。男性の両親は、交際に賛成していたが、女性の両親は、反対し、別の縁談を進めようとしていた。そのため二人は、家から出て、永遠の愛を誓って、真珠を結婚したものと思われた。二人の死体は、遺族が引き取りに来るまで、 町内の寺に仮埋葬されることになった。翌日5月10日朝、寺の職員が線香を上げようとしたところ、女性を葬った、土まんが低くなっているのを発見、掘り起こしたところ、女性の死体が消えていることが判明した。あたりには、女性が身につけていた衣服が散乱していた。これにより、単なる真珠事件から一転して、女性の死体が持ち去られる。 猟奇事件へと発展した。警察は変質者による犯行と断定し、大磯町の消防組も協力して一斉捜索が行われた。翌日5月11日朝、墓地から300メートル離れた海岸の船小屋の砂地から発見された。後に町の仮想場職員が犯人として逮捕された。警察は、 女性の死体の検視を行い、死体は何ら傷つけられていなかったと発表した。死体消失に関しては、遺体が見つかった土地の所有者である県議に恨みを持つ、元大磯警察署長の関与も取り沙汰された。天国に結ぶ恋の一場面亡くなった女性の遺体は、綺麗だったという警察の発表により、新聞各紙は二人が、プラトニッククラブを貫いて侵入したことを盛んに、報じた。 特に、東京日日新聞は、純潔の香り高く天国に結ぶ恋の見出しを掲載した。この、天国に結ぶ恋は、坂田山真珠を象徴する名文句となり、事件から間もなく、ロマンチックに美化された同名の映画や歌が、制作公開され、人気を博した。より事実に近い映画も作られたが、そちらは、人気が出なかった。 以後坂田山で侵入する男女が後を絶たず、同じ年だけで20組が心中、侵入、1935年までの自殺者は、約200人にも上った。中には、映画を見ながら、昇降水を飲んで侵入するカップルまで現れたため、映画の上映を禁止する件もあった。その他、事件の、翌々月には、勝海舟の養子市で、徳川義信の柔軟である。 白爵小生が愛称と心中するなど、この時期は、名士の心中事件も続出した。この坂田山心中事件と映画のヒットをきっかけとして、マスメディアに、心中上司、天国などの言葉が溢れ、翌年の三原山目学生心中事件など、多くの自殺騒ぎを誘引した。もともと、現場となった山の名前は、八郎山であったが、 真珠事件の第一報を報じた、東京日日新聞の記者が、市場にかける3名ということで、大磯駅近辺の正字名、坂田を冠して、勝手に、坂田山と命名した。この真珠が後にセンセーションを巻き起こしたことで、坂田山の名が定着することになった。ありがとうございます。